どうもーっとピスタチオです。よろしくお願いいたします。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは言った。人を動かすには倫理、情熱、論理の3つの要素が必要だと。その言葉は時を流れ令和にたどり着き、ある男たちによってさらなる進化を遂げる。それは数多の人たちをその光で魅了してきたスロット台ジャグラー。人はその光を見んがために祈りを込めてレバーオンし、時にはねじる。男たちは言った。エトスパトスロゴスがジャグラーを光らせると。はい、始まりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。エトスパトスロゴスでございます。お願いいたします。ありがとうございます。お晩です。どうもすいません。すごい京都弁からのスタートということで。すいません。お願いします。珍しいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、この番組はですね、はい、我々ピスタチオがですね、キコーナさん2店舗を回りまして、ビッグだったら2ポイント、レギュラーだったら1ポイント、そして、2店舗合計で39ポイントを目指すという番組でございます。さあ、そしてですね、先ほどはキコーナ平井店に行きまして、合計27ポイントということで、もう獲得ですね、ポイントはね。まあ、ポイントは大丈夫でしょう。39ですから。貴重な貴重な府中店さんでね、2店舗目行きたいと思うんですけども、府中店さんはもう信頼と実績のね。そうですよ、府中店さんですから。もう我々もね、よく行かせていただくんですけども、まあ安心ですよね。安心ですね。 ありがとうございます。九点さんはなんか僕は相性いいんで、そうですよね。ただちょっと今日ね、報告なんですけども、すいません、視聴者の皆さんが楽しみにしてくれてると思うんですけど、この実戦終わってからの延長遊戯、本日私、できないとなってます。すいません、スケジュール的に申し訳ございません。あら、できないの。すいません。なんでよ。あ、そうか。だから今僕も怖いですよ。何、なんとかこの2時間で、蹴りをつけなきゃいけないということで。そうですよね。でも開いてんで伊地さんはまあまあプラスだったじゃないですか。そうです、そうですよ。問題なのは俺、小沢さんですよ。私でございますよ。だから今回小沢さんが延長遊戯の可能性ありますから。ありますよ。頑張っていただきたいということで、行きたいと思いますけども、さあ、ということでね、早速行きましょうか。いや、ちょっともちろん、なんでよ、なんでよ。一旦ちょっと、なんでちょっといろいろとなんか精神的なもので、なんでちょっといろいろ待ちましょう。ちょっと行こうよ。まあすごい迷ってるんです。今、府中店さんなんで、貴重な府中店さんに行くか、府中競馬に、貴重な府中店です、競馬に行こうかしら迷ってます。府中店です。昨日ジャングルポケットおたけさん50万円当てたっていうその、ツイートをしてたんで、府中競馬の方に行こうかなと。知りません。ダメです。ダメですか。駐輪場の前からお届けしてるんだ。そう、駐輪場。そうだよ。最初から思ったけどさ、前回ゴミ箱の前で、そう、今回駐輪場の前で、そうなんだよ。もうちょいあるだろうって場所。そうそう、だからここがちょうどいいカメラの目印なんだよ。一番目立ってるから。そうそうそう、ピスタチオで目立ってるから。そう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 、行きましょう。行きましょうか。それでは今回もやっちゃうよ。頑張ります。さあ、やってまいりました。はい、コーナー府中店さんでございますけども、もう僕正直大決まってるんです。もう今日は前回平井店さんで僕いい思いしてるんで、はい、選んでください。もうここ、あ、おなじみのね、おなじみのところで今日空いてましたね。前回全然空いてなかったんですね。そうで、おなじみのところで、いつもね、伊地さんがね、この一番端のところ。確かにこっちが多いっすよ、僕。そう、俺毎回ね、ズリーなこいつって思ってた。いやいや、あなたが選んだ時もなんかこっち選んだ時あったよ。いや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 、ズリーなってね。じゃあこれ、だから今日は僕がもう一番端っこ取らせていただきますわ。じゃあもう別に平井店さんも今回そうだったんですけど、前回ね、小沢さんが選んだということをこっちに、僕はもう、なるほどね、全部小沢さん任せで、やります。ここでじゃあ隣で、ね、OK です。はい、はい、行きましょう。行きましょう。さあ、行きましょうかね。行きましょう。いいね。やるしかねえんだよ、やるしか。いきます。せーの、はい、ボン、はい、ボン、はい、はい、せー、あ、ちょっとずる、せーの、ペガ、はい、ちょっとドキッとしちゃうね、ちょっと、なんちゃってね。出ました。なんちゃってね。いいですね、調子いいですね、実は。なんちゃってね。やっぱ1店舗目でね、え、あんだけ出したからやっぱテンション高いですよ。そりゃそうよ。伊地さんにこうなってきたら僕いよいよ教えてもらいたいんですけど、その小沢の
うざいと言われる動き所作、あの生配信中でも言ったんですけど、僕もこれ癖なんですよ。だからその打ち方はわかるよ、小沢の、うん、イライラするっていうスロッターから見た、うん、小沢の打ち方のイライラはわかるけど、うん、動きはちょっとわかんない。そうそうそう、いい加減動きがキモいまで来たね。あの打ち方はこうやってさ、小沢さ押すときにさ、うん、一回回すのよ、こうやって。そうね、あれね、これがうざいっていうのはなんとなくわかるわ、うん、それはわかる。こうね、こういうやつでしょ、うん、それはわかるけど、動きは知らんわ、それは。もう嫌いなんじゃない、新婦小沢が。かもね、だから小沢が嫌いなのかもしれない、これに関しては。なんならほぼもう後頭部と、うん、座ってる姿しか映ってないじゃない。だ、嫌なんだよ。動いてないじゃない、あんまり。前々回がなんかのコメントで、うん、あったの知ってる、一番小沢が悲しむやつ。なんだっけ、伊地知さん一人の実践見てみたいってなった。嘘でしょ。あ、見落としてますそれ。絶対言っちゃダメだよ。打ってください、小沢さん。これ一番最近怒られてるから、喋ってリール回してないっていうのが一番最近クレーム入ってるんで。リールは回すようにしてください、とりあえず。はい、わかりました。光んないね。光んないね。確かに座ってすぐ光るイメージあったから ね。もう伊地知さんはじゃあもう本当に今日とかのデータは全く見ないで、今日はもう小沢さんの横っていうことだけです。なるほど、はい、データ見るも何もだってまだノーボーナスだから、ね、おい、来ました。来た、ありがとうございます。来ました。ここでビッグかバッグかで全然違うから。まあまあだけど、うん、俺大体一発目バケの時、うん、よくないんだよ。え、俺大体過去の経験上、うん、一発目ビッグ引いた時大体いいんだよ。なるほど。でも、ね、言いたくないよこんなこと、うん、でも経験値が出ちゃってるからすいません小沢さん、負けです。あなた今まで散々やられてたのに、開いてんでちょっと調子良かったからってようそこまで言えるな。いやでも経験でそうですから。いやいや、そこは伊地知さんの経験であって、だから私はもうここからバンバン行っちゃいますから、ごめんね。見せてもらいたいと、うん、これ2時間後どうなってるか、うん、それはね、もう本当に何だろう、格の違いを見せつけますよ。なんかその開いてで調子良かったからか分かんないけど、うん、負ける気がしない全然いいですね。だから見てる人からしたらちょっとつまんないかもしれない。なるほど、俺が穏やかだから。はい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 。で、言っときながら、おい、ほら、バラシー、ほら来たよ。これまたバケですから、ビッグ引いてほしいよ。引いてほしいけどすいません、ビッグです、はい。やっぱね、こういうとこなの、小沢は引いちゃう。なんか小沢がビッグ引いた瞬間、うん、急に嫌な感じしてきたな急に怖くなってきた。なんかちょっと待って、さっきのさっきまで2時間も全く負ける気しないって言ってた、急にもう怖くなってきた今。マジで120秒前よそれ言ってたの2分前、もう怖くなってる今俺エトスパトスロゴス始まって今回のビッグが一番ビッグ来いって思ったかも。正直見てる人はバケの面白かったって思うと思う、うん、いやそこはやっぱ北裏切っていきたいから。私はだから結局別に見たくないんだから、出してるところなんて。まあ確かにな、結局伊地さんは出さなくて、うん、精神崩壊して荒れ狂う姿が見たいんだそんな S 系の強い方々ばっかりですか。でも確かに実さんがね、たまに当たって入るとやっぱそんな伊地知見たくないとは言われてるもんね。そうだよ、確かにな。伊地知さんが喜んだだけでちょっと叩かれちゃって、やばいし、うん、性格の悪い人しかいないじゃん。そんなことない、あ、嫌われるよ見てる人。いいんだね。いいよ、だってもう嫌われてんだから。あらら、いいですよ、そんなことないよ別に。あ、来た、ちょっと、ありがとう。やりすぎてるね、ざわさん。あー、まあ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 、負けか。まあ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 、
すんごい嫌な予感してるよ、これ。すんごい嫌な予感してる。怖い。怖い。すんごい怖い、今。1万いっちゃったよ。あら。さっき、これ始まる前に。ノリノリだった男とは思えない。やだな、1万いっちゃったな。いいですね。いい実際見れてますよ。でも、僕理論じゃないですけど、はい、当たったら続きますよ。続くかな。もうそう願いを込めて行くしかないよ。ほい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 、来ました。ほいほいリズムで光ったほい、出ました出ました。ありがとうございます。すいません、なんか化けの予感がすごいしますけれども、うん、ビッグが来ることを狙って行きたいと思います、うん、よーっぽん、出ましたよ。よーっぽん、よーっぽん、よーっぽん、はい、こんな感じです。まあ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 、もうバケの気がしてたから、まだだからそう宣言通りだから。でも俺言っちゃったよさっき、最初バケの時良くないって。そうだ言ってた。そうなんだよ、言ってた。良くないんだよ最初バケの時。こっからです、こっから。ちょっと禁断の裏技使っていい？そんなのあるんですか？どうしても光らしたいから。いいよ。これでも流すと他の人が真似しちゃってやばいかもしれないけど。え、いい、そんなやばいこと、うん、いいよ。台が、うん、台に、うん、あれ当たってんじゃんって錯覚させちゃうっていう方法。なるほど。ほんでも光らしちゃうっていう、そんで自動的に。ああそう、そんな裏技あんの。いい、裏技使って、うんうん、流せるやつだよね。いきます、流せます。大丈夫だよね。あ、でもどうだろう、うん、でもこれで俺あんま使わないでほしいけど、うん、裏技だから、うん、まぁ、あ、ちょっとやるわ、うん、いきます。チャンチャカチャン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 途中疲れてやっぱスローテンポになってくるんだね。はい、すいません。でもいいよ、勘違いしなかったです、すいません。大移動考えてます？いやまだだな。まあまあまだだな、うん、まあ、個人的な感想、だいたい目処何回ぐらいまで打つ、その当たった後。まあ100回まで欲しいけど、でも150とかは200歩ぐらいまで打つよ。あ、そう。俺は、僕もね、1個の目安が150なんですよ。なるほど、うん、ちょっとでも移動考えようかな、俺。あら、早めの移動ですね。ちょっといいんじゃない、でも。え、おー、光った光った、びっくりした。ありがとうございます。オッケー。オッケー。オッケー。もう光っちゃっていいんだよ。でもなんか光りそうだね。うん。光りそうよそれ。これね、言いたくないけど、ここまで言ったらから言うわ。あ、バケな気が。大丈夫です。大丈夫じゃないよ。大丈夫って言わないで。で俺言ったし。バッケバッケバッバッって言っちゃったし、はい、あなたが止めたから全然大丈夫だったんですけど、全然言わなくても。あ、そうですか、すいません。バケっぽいと。バケっぽい気がする。え、じゃあバケっぽい、うん、命かけれますそれ。それ命かけれますよね。かけれません。命かけれます。かけれません、ごめんなさい、そこまではできないんです。昔よく言わなかった、命かけれる。いやいや、昔言ってた、命かける。小学校の時、命かけれる。あれ何だったんだろう、あれ何だったんだろう。今あれでしょ、いいのうちって感じで書いてる。いや、そういうことじゃないよ。なんか小学校の頃とかすげえ言ってそうだよね。何が、伊実さん、どんなやつだと思ってるの俺の。え、もうただのお調子者だと思ってるから。まあお調子もお調子者だよな、うん、どんな子だったの本当は。通信簿には、うん、落ち着きがないので、うん、
家での指導をお願いします。あと、すぐ上半身を脱ぐ癖があるので、家庭の方でも注意しておいてくださいっていうのがある。どういう感情で脱いでたのそれは。え、なんで脱いじゃん。なんか自分が笑わせようとするじゃん。あ、はいはいはい、笑わないじゃん、うん、大声で言うじゃん、うん、笑わないじゃん、うん、繰り返すじゃん、うん、笑わないじゃん、うん、最終手段脱ぐいう子供です。なるほど。平気で子供の時からなんだね。ちょっとやめてね、伊吉さんのその感じは。その子供の時からなんだねっていうのやめて、そのね何かとは言わないけど、投げ捨てたような言い方でなんか友達ん家にずっと張り込んでたみたいな話なかったっけ。ああ、ありますあります。小学校の時に、うん、もうなんかこれをやりたいと思ったらもうやんなきゃ気が済まない子なんですよ僕、うん、小学校の時にすごい仲良かった友達が、うん、アディダスの新しいスニーカーを買ってきたんですよ、うん、はい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 、履いてて、うん、それ新しいの買ったんだみたいな、うん、でその子がそうなんだよこれかっこよくない、それかっこいいじゃんみたいな、うん、話をしてて、そのアディダスの靴の横にアディダスのこうマークが書いてあって、うん、なんかベロみたいにこうピラーンってついてるったのね。なんかそのエアディダスのマークが、うん、ベロみたいに書いてあるのがあって、うん、そこの部分をどうしてもピラってめくりたかったの。その横のついてるこのアディダスの部分を、うん、俺がそれめくらしてくれって、うん、そしたら、いや、やだよ、うん、いつもはそいつ全然めくらしてくれんだけどそういうの俺が言ったら、うん、いいよってやらしてくれんだけど、うん、なんかその時だけ、うん、ノリでやだやだって言い出したの、はいはい、やだやだって言われたもんだから、うん、こっちももうどうしてもめくりたくなっちゃって、うん、いや頼むからめくらしてくれと、うん、学校から一緒に帰ってきて小学校から、うん、俺ん家で俺が先に別れてそいつん家があるんだけど、うん、自分家通り過ぎてそいつん家までついてったのよ。とりあえずめくらしてくれよ、めくりたいから、めくりたいよっつって、はい、で家の前まで行ってもめくらしてくれないから、ちょっと待ってくれと、うん、本当にめくらしてくれって、もう帰れないからって土下座してそれでも嫌だよっつって、マジで頼むって。もう俺がそこで1時間以上粘ったのよ、うん、家の前で、はい、で向こうも意固地になってもうめくらしくんなかったのよ。もうダメだと、もう帰るわと、うん、で1時間ぐらいやりとしてそいつ帰っちゃったの、うん、それでも俺ずっとめくりたいから家の前でそっから3時間ぐらいずっと待ってたの、めくらしてくれって言いながらずっとで計4時間ぐらい、そしたら、うん、そこの家のお母さんが出てきて、うん、エジチ君どうしたのって言ったら、うん、俺めくりたいからちょっと新しいスニーカーの目のところめくらしてくれって言ったんですけど、そのめくらしてくれないからめくらしてくれまで待ってるんですって言ったら、その子がもう本当にあの子はって言いながら、あーごめんねって言って、そのお母さんがスニーカー持ってきてくれて、俺がピラッてめくってありがとうございましたって言って帰るあのやばい子だよね何が意志が固いよね。だから違う自分の言ったことは有言実行するって書いてるね。違うで、そのお母さんも、はい、絶対違うしもうあの子ったらじゃないしそう、もうあんなこと友達、そんなことね、うん、友達がそんなお願いしてんのにね、うん、そんなこともやらせてくれないような子と友達にならない方がいいよって言ってたよ。あ、だからあの案にうちの子には近づくなっていうメッセージだろうね、多分ねめちゃくちゃ金持ちだからそいつの。ああ、ダメだその子は。すごいよ、だってあれだもんね、焼肉屋さん行って鉄板触ったりするもんね。あ、でもその癖は最近ちょっとやめてる。なんで？治った、ちょっと。あら、そうなの、うん、なんで？一回大やけどしたから。だからそれ子供のうちに気づくのよ30過ぎてそれやってる人いないの。30過ぎて一回大やけどしたから、うん、もうその癖はあ、ダメなんだっていうの気づいた。やめてくださいね、もうそういう、落ち着いてください。ちょっといや、気になっちゃうっていうのはある、気になっちゃうからっていうのはある。あとなんか、うん、それで言ったらね、うん、まあその一個のことを気になっちゃってやるっていうのと、まあ、ちょっと変わるかもしれないけど、うん、小学校の時に、うん、石あるじゃん、普通に道端に落ちてる石、うんうんうん、これ今日の石これって決めて、うん、そしたらもう2人組で違う友達なんだけど、でそいつと一緒にその石をずっと光った、はい、ありがとう。ちょっとお話し申し訳ないです、すいません、ありがとうございます。あ、てか全然光んないんだけど今
気づいちゃったけど。あ、すいません、終わったんで石の話の続きを。ちょっと喋りたくないな、もう。その 石をね、はい、今日の石はこれって決めて、うん、あのいつもこうやって蹴って書いてる、はいはい、で、うん、俺が一回ポンって蹴ったら、うん、そいつが次蹴って、ああ、はいはいはい、交互に蹴って学校に行くっていうの毎回やってて、うん、そんで、そのせいで遅刻とか何回もしたんだけど蹴んなきゃいけない、もう決めちゃってるから、蹴るってもう、いや、うん、まあまあ、そんでその石を、うん、その石を、うん、1日同じ石使わなきゃいけないから、うん、手で触っちゃいけないから足でこう挟んで階段とか登るんだって、はい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 、手で触っちゃいけないから、うん、で階段からまた落ちちゃったらまた下まで戻って、うん、それやるみたいな感じでやるんだけど、うん、で学校のおいおいもういいよ、喋りたくねえよ、もう聞かせんねえよ、喋ってる最中にもう喋りたくねえわ、もう親になった、いや、もう親だ、しかも落ちて前ぐらいだったもん、ね、今多分いや分かんないけど、まだ、まだ全然あんだけど、あ、すいません、ちょっともうやだ、もうやだあ、おいし、ありがとうございます、もう引かんないこと腹立ってきたわ全然引かんないし、この台さあ、伊地さん、はい、石ころの、いや、もうやめてよ、もうボーナス終わったんで、もういいって、もうそんな引っ張る話じゃないんだから気にはなっちゃってるから、落ち、落ち、なんなんその落ちっていう話なんだから先言っちゃうけど、気になっちゃってるんだよ、全然落ち弱いのよ、これ見てくださってる方も、なんでそこに着地したのっていう話なんだわ、これします、する、聞きたい、もうだからそのね、うん、登校の時にそれを蹴ってくるじゃん、うん、で学校に着いたら、うん、その石を足で、うん、どっか校舎の裏とか、うん、人目につかないように隠して、うん、帰りもその石を帰って蹴って蹴って帰るっていうのがワンセットなの、はい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 、行き帰りは同じ石を使わなきゃいけない、うん、まあ、その帰り道にポーンってちょっと俺が強めに蹴ったわけ、はいはい、そうしたら、うん、柵を越えて、うん、下の草むらみたいなところに、うん、ファーンと落っこっちゃった石が、あら、あらら、やばいと、で下が沼みたいになってるさ、おお、そのぐちゃって入っちゃって、うん、でも決まってるルールだから関係ない、そんな沼とか、うん、2人して入って泥だらけで探すわけですよ、うん、石、うん、でその病院のすぐ近くの病院があって、その横みたいなところのドブというか、まあ、沼みたいな、うわ、で探して探して一生懸命探したらなくて、うん、どうしようと思ったら下パッと見たら、うん、なんかザリガニがいるんだよ、そこに、ほう、でも子供だからさ、うん、石よりザリガニがいるんだよ、飼っちゃって、うん、もう石のこと忘れちゃってさあ、ザリガニだなんつって、うん、その時俺家に5匹ぐらいザリガニ飼ってたのよ、うん、そこのザリガニを連れて帰ったの1匹、うん、で、いやかっけーっつって、うん、その5匹のザリガニからポトって入れて、うん、そのまんま、うわ1匹増えたわなんつっていたの、うん、で次の日起きてみたら、うん、そのザリガニ以外、うん、全員カーンって浮いて死んでんの、え、うん、えと思って、うん、病院の近くの沼だったから、うん、変なの流れてきてんのかなと思って、はいはい、めっちゃ怖くなっちゃって、うん、でそこに、うん、俺足とか使っちゃってるわけじゃん、あ、変なの流れてきてたら俺死ぬんじゃないかと思って、うん、そこから1週間ぐらい寝れなかったっていう話これは俺のせいかもな、1週間ぐらいだから言ったよね俺は、うん、なんだそのオチっていう話だって、うん、っていう話よ、俺のせいかこの台のせいかもしれない伊地さん何回も聞いてますけど大移動は考えてないですか、いやもうさっきの話の最中に考えてたけど、うん、話するために抜いちゃったからここまでもう、うん、400だもん、ちょっと辛いからさ、うん、小学校の頃思い出すためにさ、うん、脱いでいいダメ、上半身脱いでいい、ダメです、 YouTube いい、乳首出しちゃダメって言われてるけど、うん、関係ないと思ってるもんね、なるほどね、うん、だって出さない方が悪いし、出さない方が悪いというのは、うん、だからこの台をね、うん、あ、そうだね、乳首じゃなくて、うん、うん、出せばいいだけの話だから、ね、俺落ち着くからさ、うん、ちょっとこうなっちゃうと脱ごうかな、いいよ、え、止めてよ、小沢それ止めてよ、小沢
止めると思って言ってんだからこっち。そうだよね、小沢はおかしいよね、真面目だからね、止めると思って言ってんだからそこはダメですで、いややらしてくれ、ダメですやらしてくれで一くだりじゃん。そうだよね、ワンセットじゃん、うん、一発目のターンでどうぞは違うじゃんお約束、ほらお、ほら来ました、グリグリしてる、クリクリ、はい、ありがとう、ビッグ頼む、お願い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 してる、あ、お願い止まっちゃったじゃん、お、ね、お願いぞろえ、お願い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 、オッケー、お願いぞろえでビッグ来ました、お願いぞろえ、素晴らしい、パンパラパン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 パラパン、いいね、ノリノリ、パンパラパン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 、多分こうやってじらされてじらされてのビッグは嬉しいね、嬉しいよ。さあというわけで、ポイントは達成しましたかね。おー、ポイント達成しました、はい、ポイント達成でございます、おめでとうございます、よーし、ありがとうございます。なんかちょっと開いてんの空気と似てますね、立場が逆になっただけで、ここから僕はが引ければね、ある程度ね、そうそう、ここまでの流れ一緒だから、確かにね、流れは一緒だわ、うん、おい、おろ、おい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 、いいじゃない、あれこれこれ何押しだったっけこれ自分で忘れてた、忘れちゃった、じゃあやんなくていいよ、何押しだっけ、お願い、お願い押し、お願い、なんで俺が覚えてんの、お願い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 、もうタイミングが分かんなくなっちゃった、お願い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 、あ、まあまあ化けでした、まあしょうがないんじゃないですか、いいんじゃないですか、ここビッグ欲しかったな、確かにビッグ2連って嬉しいもんね、うん、嬉しいよ、意外とここここ動くある、小沢さん、いや、いいんじゃない、全然自分がもし動きたければ、動いたら俺がそれやるけどね俺がその台にサッと座るけど、俺がそうなるよね、でもな、府中店のやっぱ憧れのこの角の席だったから、だからさ、俺思い出したんだけど、うん、憧れのって言ってるけど、うん、あなたその台座るときあるからね前、前俺がこっちの時あったわ俺めっちゃ負けたんだよ、その時なんかもうそのさ、うん、エピソードトークでもさ、うん、なんか小話でもさ、うん、した方がいいのかなって思うけどさ、うん、その間にどうせ光って遮られんだなと思ったらしたくなくなるよねいやいや、さっきのはちょっとたまたま、そういうのあると、ごめん、たまたま2回連続来ちゃっただけで、いやいや、もうなんかああいうことされるとさ、こっちはもう喋りたくなくなっちゃうよね、ごめんごめん、じゃあもう光っても言わないようにするわ、いや、それは違うんだよそれまた違うんだよ、番組的に伊地さんのエピソード優先でびっくりするよ、その見てる際人もいきなり何をそうなんだとか揃えていきなりそのまま打ってたらどうしたってなるからそれで、終わった後にあ、ごめんなさい、入ってました、いや、気づくからこっちも余計気になっちゃうからあ、終わってましたっていう、いや、全然気にしない、すみませんでした、さっきはちょっとね、まあ、タイミングの問題だし、もうこればっかりはもうしょうがないから、いや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 、何ですか、じゃあ、あ、ほらほら、もうこうなるもん、こうなるもん、ほら今始まる前だったの、ほら始まる前だったの、しかも素で喜んじゃってるし、ちゃんとしっかり喜んじゃったし、いや、しっかり嬉しいですよ、やっぱり、あー、負けか、負けです、まあまあ、しょうがないですね、何回何回で座ったっけ、405、あ、違う違う違う、そうじゃなくてビッグ何回、バケ何回の時座ったっけ、3回、3回かな、ビッグ3回、レギュラー3回で座ったと思う、いや、3-3引いたんだ、うん、確か、おい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 しょ、あれおいしょおいしょおいしょ、ほら来た、小学校の頃はチョコレートとかもらったんですか、2月じゃないですか、今バレンタイン、あ、チョコレートで初めてもらったのは、うん、小学校5年生の時、早っ、
でもいいな、小学校の時に。小学校5年だね、初めてチョコレートもらえてるなんて。もらった時いいな。小沢は初めてもらったらいつ？いまだにもらったことないんだっけ？いや、あるよ。いまだにゼロだっけ？あります、あります、あります、ありますよ。やめてよ、見えはんの。小沢、いや、本当にあるよ。奥さんが初めてでしょ？え、奥さんが初めてでしょ？違う、お母さん。やめとけよ。あの、でもマジで小学校2年生ぐらいの時に、うん、好きだった女の子に渡しに行ったよ。小2で？小2で。だから今なんか自分から？そう、逆チョコみたいなのあるでしょ。お前結構積極的なんだよね。そう、こう見えて。そう、しかも家に行ってるから。すごいよ。チョコレート買って、それこそさっきの話じゃないけど、その子の家の前でずっともじもじして。ああ、緊張して。緊張して。すごいね、今日渡しに行くだけで。そう、ピンポーンってやって、お母さん、お母さん出てきて、どうしたのって。そう、これバレンタインなんで何々ちゃんに、何々ちゃんに渡しに来ましたって言ったら、うん、結構ですって言われた。いや、違うじゃん。正直、振られたこととか告白したこといっぱいあるでしょ。いっぱいある、ね、めちゃくちゃある。すごいよね。そう、伊地知さん、ん、待ってても来いって来ないから、自分から行かないと。いやかっこよく言ってるけど、全然かっこよくない。小沢、それただモテてないだけの人の話。伊地ちゃん、ちょっとなんかマジでその送って。いや、全然小沢によってかっすごいなってなんないよね。自分からガツガツ行かないと、やっぱ男は。いや、全然小沢は行き過ぎだから、小沢。そうですね。あと、クラス全員にギリチョコ配る女子いたじゃん。いるね、チロルチョコとかね。そう、チロルチョコとかブラックサンダーとかね、うん、うん、マジで全員にあげてたっていうのを2月16日に知って。え、お前もらえてないの？マジで全員もらってたって。え、それは何？もういじめ的なこと？それとも普通に忘れられてたの？忘れられてたんだと思う。あの、はい、光った。おい、ありがとう。おい、バケ続いてるね。バケ続いてるね。でもまあいいよ。でもいたよな、クラスでな、うん、手作りチョコ配る子、うん、あれ何なんだろうな、あれ。おし。よし、ありがとう。よし、よし、よし、よし。おー、バケかい。今絶対ビッグだと思ったのに。今バケかい。しょうがない。美術さんもちょっと取り返してきてんじゃないですか。いやー、まだもう2回ぐらい。もう2回ダメだね、全然。でもあと30分だからありますよ。 1球入れてますから、こっちは。結構行きましたね。上皿にとりあえず行かない限りは全然ですね。確かに。ご報告がございます。何でしょうか？飲まれかけてます。はい、小沢さん、あんだけあったのに、あんだけあったのに、下皿パンパンだったのに。投資行きますね。投資。おい、おい、オッケー。お、よし、ナイス。もう3月になりますけど、はい、このオンエアが、はい、2021年、うん、一押しギャグ考えたらやっていいですか？あらら、ギャグは行きます。はい、オッケー牧場。どうですか？ダメです。人のです。そうですか。人のです。もう覚えてないでしょ、誰も。覚えてないとは思いますが、オッケー牧場って言った後に、もうすぐ切り替えが早い。ちょっとギャグの余韻みたいので、そこから行ってほしいから。あ、なるほど。すいません、すいません。うん。早すぎた。早すぎた、ちょっと。不安が出てた。うん、不安が出てた。オッケー牧場出てくると思わなかったなぁ。えぇー、おい、いいよ、いいよ、いいよ。お願いします。やべえ、見えなくなってきた。嘘でしょね。なんだ、ちょっと見えてないや、本当に。よし、オッケー。どうぞ、どうぞ、どうぞ。いいですか、うん、私もちょっと2021年、はい、一押しギャグお願いします。ガチョーンだ。
小沢さんも、うん、やった後に、うん、ちょっと早かったね。えもうちょっと見てて。伊地知さんはオッケー牧場だけだったじゃん。俺はオリジナルだから。ガチョーンだ。いや助けたから。わかんないですよね。えだけどガチョーンは本当に高校生知らないけど。ダメですね。でもさ、バレンタインの話じゃないけどさ、うん、もし自分にさ、子供ができてさ、うんうん、おーし、お、いいよいいよいいよ、よし、これはでかい。ごめんなさい、ビッグ2年はでかい。一押しギャグやっていいですか。いいよいいよ。言っちゃっているかもしれないのだ。はい、後輩はやめて。オリジナル後輩はやめて。しかも結構近いから、まだみんな忘れてないから。え現役のやつだから。オリジナルです。現役の人のやつだからやめてよ。言っちゃっているかもしれないのだ。やめてよ。おー終了。終了です。はい、というわけでお疲れ様でした。実践が終わりまして、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということでですね、キコの府中店さんで打たせてもらいましたけども、終わりました。結果を発表していきたいと思います。はい、はい、お願いします、はい、いつものドラムロールでやっちゃいますか。今日は伊地さん発表してもらっていいですか。あ、わかりました。はい、お願いします。ドルルルルルルパン、そこの君、ジャグっちゃってる。違う、何してんの何してんの何してんの。ポイント、合計ポイントが39ポイントいってるかいかないかの話をしてる。あ、2021年新ギャグ発表じゃなかった。違う、そこの君、ジャグっちゃってる。違う、ナダルだし。違う、ほぼナダルだし。ダメですか。違うよ。なるほど。じゃあ結果発表をお願いしますよ。ごめんなさい、すいません。はい、結果発表ね、いきたいと思います。ドルルルルパン、達成、おめでとう。おめでとうございます。ポイント39ポイントは達成しました。達成しましたけども、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最先いいですね。そうですね、シーズン2になって。そうです、はい、もう初っ端からこんだけで、しかももうちょっとポイント数えなくてもいいぐらい余裕な感じでね、稼いじゃったんで。そうです。ねえ、もうちょっとなんかシーズン2はね、ガツンと来てくださってもよろしくてよ。はい、というわけでですね、はい、ピスタチオのエトスパトスロゴス、はい、チャンネル登録と、はい、コメント、はい、あといいね評価ですね、はい、ぜひぜひ皆さん、お願いいたします。お手柔らかにということで、はい、というわけで今回はですね、伊地知さんの、今年一押しギャグで締めたいと思います。お願いいたします。はい、魚の君、ジャグっちゃってる。それなんだ、オッケー牧場じゃないんだ。違う、魚の君ジャグっちゃってるんで。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。また見てね。